本日から私たちの物語、その深淵への旅が実際に始まります。私のエネルギーに感応する皆さんが具体的に物語の本を手にしていることをイメージすることは、物語の細部まで深く理解するための重要な一歩となるでしょう。私がここに存在する目的、その本質は、私自身のエネルギーとテロスのエネルギーを皆さんに届け、私たちの歴史、そして皆さん自身の歴史への知識を深めたいという刺激的な緊張感を皆さんに提供することにあります。本日の話の始まりとして、シャスタさんについて触れたいと思います。それは息を呑むほどの美しさを持つ山で、遥か昔に活動を停止した火山が鎮座している地点で、カリフォルニアの大地に位置しています。私たちがなぜこの特定の場所を選び、ここで生存する道を選んだのか、その理由について語らせていただきます。レムリアの時代、私たちは全てが調和した状態で生活していました。私たちの科学技術は極めて進化しており、クリスタルという自然の資源を扱い、そこから私たちが生活する上で必要とするもの全てを取り出すという、他の誰も持たない能力を私たちは有していました。また、私たちの肉体的な能力は計り知れず、テレパシーという高次元のコミュニケーションを常に行っていました。一言で言えば、私たちは究極の調和の中で生活していました。この地球において、意識の降下という全過程が行われた時、私たちは神聖な父なる神、母なる神からの許可を受けて、地球の内部に身を寄せることを選択しました。これによって生き続けることができたのですが、私たちの存在はこの地に到来し、今日皆さんが日々経験しているすべてを引き寄せた者たちからは、見えない遠く離れた場所にいました。私たちは地球の内部に独自の都市を作り上げ、そこには私たちが必要とするものすべてが揃っています。私たちは物資に恵まれ、調和のとれた環境の中で生活しています。動物たちは私たちの間を自由に行き来し、私たちの家族は多数存在します。なぜなら、一つの家族が他の家族から分離するという概念は存在せず、私たちは全てが一つの大きな家族であると考えているからです。この大きな山の周囲には、伝説では想像上の存在とされている多くの生命体が生息しています。彼らは一度は存在していたものの、人間の貪欲、過度な探求心、好奇心の強さ、そして常に異なるものに対する攻撃という概念により、彼らはこの地球上の住民の視野から消え去ってしまいました。しかし、彼らはまだそこに存在し続けています。ただし次元が異なります。彼らは自分たちが人間に見えなくなるように隠れ、人間に何も対策を取られないようにしています。この山は、複数の色彩と説明のつかない多くの出来事を示しています。この山は大いなる門、我々が宇宙全体とつながるためのポータルなのです。私たちの宇宙船は、カモフラージュによって視認できなくなり、従って、人間たちに検知されることなく、または目撃されることなく、惑星内外を自由に移動することができます。多くの人々がこの山の周囲で生活し、その場所に引き寄せられています。間違いなく、彼らは非常に興味深い体験をし、語るべき知恵に満ちた物語を持っています。皆さんが心の底からここに住みたいと望む必要はありません。なぜなら私たちはすぐにこの惑星に現れる予定だからです。地球の内部に存在する文明が表面に姿を現し、私たちが持つ全ての技術と心に宿る善意を示す時が近づいています。これにより、皆さんは新しい道を歩み始めることができます。この出来事はもうすぐ訪れることでしょう。だからこそ皆さん、絶望しないでください。これがただの物語、架空の話だと決して考えないでください。私たちは実際に数多く存在しており、そして私たちは大いなる困難、レムリアが消え去った恐ろしい瞬間を生き延びてきました。
アトランティスの人々も同様に困難を生き抜いてきましたが、その物語は彼ら自身によって語られるべきものです。私が代表しているのはレムリアの民であり、現在多くの魂が私のエネルギーとつながり、家への帰路、魂の家族との再会の方法を探しています。そして私は皆さんに告げます。その時はもうすぐ来るでしょう。何千年もの時間が過ぎ去っても魂を取り違えることはできません。すべての魂は共通の記憶、同一の構造を保持しています。そして今この地球に生まれ、三次元の現実を生きているすべてのレムリアの魂は、自分の家族、自分が出てきた中心、自分がかつて生きていた本源と再会するでしょう。あなたが誰であるか、あなたがどこから来たのかを思い出すためのこの再会は極めて重要です。私たちはすべてがつながり、連携し、一体となる力を持っています。それは惑星全体が生命体であり、すべての生命体がお互いに影響を与え、すべてが互いに関連しているという認識から生まれます。したがって、あなた自身が誰であるか、何であるかを理解することは、この連携した宇宙におけるあなたの役割を理解することにつながります。皆さんは自分自身の力を取り戻し、自分の真実を思い出し、レムリアの記憶を再燃させ、新たな時代へと私たちを導く存在なのです。ここで提供する提案、その目的は、かつて皆さんの魂がつながっていた絆を再び結びつけること。長い時間の中で、あなたの魂の記憶から消え去った道筋を再び引き出すことです。私たちは現在、皆さんの魂の再接続のプロセスを進めています。それが、私がここに存在する一つの目的なのです。このエネルギーを持ち込み、この再接続の過程を促進するのが私の役割なのです。皆さんは自分自身が美しい場所にいる夢を見たり、異なる人々と交流する夢を見たりするかもしれません。それに驚かないでください。それは皆さんがかつて自分自身の本質とつながっていた姿の一部です。そして少しずつこのエネルギーに敏感になり、私とレムリアの人々から伝えられるこの愛のエネルギーを受け取る人々が増えていくことで、この再接続のプロセスは急速に進展します。すぐに大きな奇跡が起きることを期待しないでください。それが私たちの目指すものではありません。皆さんの魂がかつて持っていた全ての力を取り戻すことは確かですが、それはそれぞれのタイミング、それぞれの瞬間に起こるでしょう。この再接続は決して一晩で起こるものではありません。それは長い旅であり、多くの課題と経験を伴います。しかしそのプロセスは非常に重要です。なぜならそれによって皆さんは自己の本質と再接続し、自分自身の真実を再発見し、自分自身の力を再認識するからです。だからこそ皆さんはこの旅を急がないでください。一歩ずつ自分のペースで進んでいくことが大切です。それこそが真に意味のある自己変革を達成するための鍵なのです。皆さんの中には自身が持つ力を使う準備がまだできていない方、まだ学ぶべきことが多くある方も多いでしょう。これも再接続の一部です。私たちの目指すところは、皆さんが自身の力をコントロールし、その魂の力を正しく使う意識を身につけることです。それが新しく覚醒した魂であろうと、もう長い間成長を続けている魂であろうと、一つ確かなことは、皆さん一人一人の魂が全ての力を生まれつき持っているということです。そして私たちが生きているこの現実世界で、その魂の力を正しく使う方法を理解し適応することが重要なのです。この理由から私たちはここに新たな教え、新たな視点を持ち込んできました。これが私たちの目的であり、レムリアの人々が望むことです。私が先ほど説明したように、
私の存在理由は単に本を読むためではなく、私たちのエネルギーを伝え、本の各章について皆さんと共有し、それぞれの意味を深く掘り下げるためです。皆さんには本にアクセスすることを強く推奨します。なぜなら、その中に書かれている言葉に対するエネルギー、感じる力がとても重要だからです。それらはただ印刷された文字以上のものです。本にアクセスするとき、皆さんはその中にあるエネルギー源とつながり、そして私のメッセージを通じて強化される、この旅のための知恵の源に触れることになるのです。本を手に入れるための条件が整っていない方々もいらっしゃるでしょう。そうした方々に対して、私から一つ提案をさせてください。それがどんな条件であれ、私に対して心からのお願いをしてみてください。私は皆さんにそれを与えます。皆さんが本を手に入れるための条件が現れるでしょう。ただし、その願いは真心から出てくるもので、愛に満ち溢れていなければなりません。しかし、ご安心ください。もし本を手に入れられなくても、私たちと共にこの旅を始めることは可能です。なぜなら、皆さんの上にすでにエネルギーが作用し始めているからです。そして今、皆さんに一つの選択を尋ねます。私たちと共にこの旅を進めることを受け入れますか？私はここにいる全員が、はいと答えると信じています。そして私はすでにこの旅が素晴らしいものであることを感じています。私は未来を予見しています。心が真に光に満ち溢れている皆さんと再会している姿を。